我が事故。いやー、節約好きだよ。落書きピースフル、パート3、2時間目の時間がやってきました。さて、何をやるかっていう話ですな。勉強はちょっと後回しで、筋トレもう一回やって、ちょっともう一度スッキリできることをワンチャン試してみよう。気分だね、今はじゃあ、やけんな。よし、じゃあ、筋トレしました。どこ来たようなのな、この子。まあ俺としてはさ、筋肉よりも頭鍛えた方がいいような気がするんやけどな。クソ、何も起こらんかった。イベント何も起こらんかった。せめてそれが欲しかった。ただ選択肢選ぶだけじゃちょっとこっちとしてもさ、勝ったりところがあるけんな。よし、じゃあ満を持して勉強じゃ。あの教師に勉強できるところを見せておかなあかんからな。勉強しました。学力がプラス4上昇、向上、行動力を消費した。誰も見てなかっただと。くそ。こうなったら教師の反応を見るために眠ろを選ぶしかなかろう。寝ました。で、体力が4向上と。あれ、もしかして2時間目俺以外、私ら以外全員寝てる。私以外全員寝てる。もしかして教師すら寝てる。なんかめちゃくちゃノータッチなんやけど、みんな。そろそろ2時間目も終わりの時間だね。10分休み。ちなみにこれは 何次元あるんだろう。これセクシー、あ、これゴミ扱いなんじゃ。このセクシーの絵ゴミ扱いだったんじゃ。そしてゴミがめちゃくちゃこんなに散乱しとって、あ、そう会話したんだった、この3人。選択肢に入ってる、ヤンデレ娘。お前何いつまで選択肢に入っとったんだお前。こいつに話しかけたらあかんことは分かっとる。まあ1時間目の時にやりたかった、あ、1時間目の後の休みやりたかったリンちゃんにしよう、話しかけたら。ちょっと裏場の話とか裏の世界の話とか聞かせてくださいよ、リンちゃん先輩。教室ちょっと綺麗になってきたね。そりゃそうじゃ、俺が掃除しようやけどな。お前らじゃなくて俺が掃除しようやけどな。お前らのコンビなのに。もしかしてあんたのおかげだろ。他に誰がいると思ってる。俺しかいない。そうに決まってるじゃないか。私がゴミを拾い、カスを集め、塵を若者とし。はいはい、ご苦労様。お前、あんたのおかげで聞いた場合には、お前すごいそっけない態度取るんじゃない。俺の功労者として俺は崇めたまえ。まあ確かに教室が綺麗なのって大事だと思うよ。平和は不良を封じるから。平和は不良を封じる。うん、それなりに整っている場所で自分だけが乱れてるのって居心地悪いもんだよ。へえ、そうなんだ。いいこと聞きました。そういう周りの目とかあんたは気にしないとは思うけどね。あ、でも心がすさんでいると自分の部屋が汚れるって話は聞いたことがあるよ。その逆か。そのパターンから言ったらさ、この教室の人間どんだけ心すさんどんだろうな。もうだってさ、何かするためにどんどんゴミが捨てられていっきょもんな。ゴミ箱じゃなくて床に。とにかく 教室の平和度はそれなりに大事だから。私も、ゴミ拾う人の方が好きだし。ちなみに今1ぐらい。何本だといいの ?100 ぐらいじゃない。知らない、適当。 That's about いいツッコミや。別のゲームの実況的に時でもさ、そのツッコミやろうかな。 That's about。 よっしゃ、10分休み。行動力1か。じゃあもう戦争でこのセクシーが気になるけん、もう消し去ってやろう、セクシー魔人め。この落書き本当に誰が書いたんだろう。古代ローマとかエジプトとかの壁画に合いそうだな。ないと思うわ。俺はちょっと若干ワクワクさんみたいな見た目しとるような気がするけどな。うん、ローマとかエジプトじゃないよ、ジャパンやで。とりあえず消してあげようと。消えました。その時、イオリちゃん、イオリちゃんでいいよな、これ。
イオリちゃんが黒板消し片手にやってきた。あ、ゴメスちゃんが消してくれたの？そうだよ。私が日直だからゴメスちゃんがやることなかったのに。この子はいい子じゃ。同じ女の子でもあのヤンデレのリーチャーとは大違い。この子とは友達になりたいな。たださ、その髪型何？髪、この髪の色なんか黒崎一護をイメージしたけど、やっぱヤーミだって途中で思ったタイプのやつ悪いな、俺に部長をあげるよ。え、部長？今この子はとんでもないことをさらりと言った気がする。美術部部長の榊修一だよ。あいつマジ変態でキモいし、コメスちゃんが僕としてしもべとして使ってあげてよ。え、しもべ？イオリちゃん何言ってるの？私の命令なら何でも聞くと思うし、相手実は権力あるから結構使えると思うよ。イオリちゃんはキラキラと女子高生って感じで笑い声を上げると去っていった。わー、サキ君とヨリちゃんがそんな関係だったなんて。このクラスって見た目が良くても中身がヤバいやつって多いよな。今のどこが平和なの？ある二人のヤバい関係が明らかになったんじゃ。平和ではないな。部長もらったえ、なんだいこれ、リサイクルショップに売ればいいだろうか。3時間目、よーし、何かしらしようもうさ、この何かしらしようという言葉が簡単に出てくる、この漠然とした感じ好きやな。よっしゃ、まず一発目何やろうかなって感じ。あ、気分普通になったな、いつもいいか。とりあえず妄想から入ろうか。妄想から入ってからのもうテンション上げての、気分アップアップじゃないと。妄想しました。ゴーアガルト。技ゴミ嵐。やべえ。もうゴミをさ、有効利用し始めたぞ。その辺のゴミでゴミ嵐を発生させて相手にダメージを与えるんじゃ。すごいな。これを覚えただけでも十分放課後に間に合ったもののようなもんやな。とりあえずそのゴミ嵐を有効利用できるように、有効活用できるように筋肉をつけとかなあかんと思われる。筋トレ。筋力4プラス。先生が怒ってチョークを投げつけてきた。そして私のおでこにクリティカルヒットした。気分が下がった。おでこに当たっただけでさこれゴメスーみたいな感じだったの。ゴメスー死んだゴメスーみたいな感じだったのよ。この神の乗っかり方、リアリティ出すなお前。あー、気分だるいになってしまった、教室のせいで。そういう時は寝よう。寝ました。体力が5上昇。ゴメスゴメスくそ、気分悪い本やで。マジか、やられた。最大の敵は教師だと今は思い知らず。あれ、リンちゃんちょっと顔色が良くなったな。ちょっとあれ、リンちゃんどうしたの？休み時間、リンちゃんが私の前に現れた。ごめんちゃん、私と死んで。おい、顔色良くなったやろ。前と変わってないやないか。発言。リンちゃんはそう言って突然カミソリを振り上げたではないか。デンジャラスすぎるだろこのリンちゃん。え、意味もなく襲いかかられた。戦闘入ったー。え、ちょっと待って、戦闘入ったのに、しかもクラスメイトがボードと貸したのに、なんでそんな BGM でおられるん。戦闘荒ぶる、なんて読むこれ、コンパクでいいかな。コンパクを相手にぶつけてやがれ。ぶつけやがれ、もうぶつけやがれって感じが嵐にしやがれやもん。あ、ゴミ嵐の嵐って嵐にしやがれの嵐だったんかな。攻撃があって、攻撃すると学力を消費。学力こんなところで使う。技を使うには吹き出しの中から選んでください。あ、ゴミ嵐がこれで出てくるんか。
あーねえね、防御があって必殺が来そうな時に防具でこらえたりすればいいと思います。まだいいと思います。いい超タイプ来たよ。もう回復、平和の分だけ回復できます。うん、道具持ってる道具を使います。一度使うとなくなります。まあこの辺の戦闘はちょっと説明があれやけどさ、漠然としすぎやけど、まあ戦闘感がちゃんと出たよな。戦闘開始。あれ通常攻撃ゴミ嵐、通常攻撃だったんだよ。あの通常攻撃ゴミ嵐が通常攻撃なんだよ。なんか普通の通常攻撃に加えて必殺的な感じでゴミ嵐かと思ったら、とりあえず攻撃していかんかったら、あ、ここでも若ち子若ち子できるんや。キャピキャピしとんな。いつでもキャピキャピするんやな。とりあえずゴミ嵐するしかないな。学力5も下がるんだ。不潔だし、周りの人も迷惑しますが、気にしたら負けです。その通りじゃ、お前。そんなことで、それぐらいで気にしようったら、もうこの教室で生きていけんわ、もう正直。いけあ、この、攻撃してからのゴミ嵐。あ、え？もうよくわからんやないか。私のゴミ嵐、教室いっぱいにゴミの嵐を巻き起こした。りんちゃんの攻撃。りんちゃん強い、りんちゃんやばい。カミソリですごい攻撃を仕掛けてきたって感じやな。あかん。回復しても次の攻撃で同じようなもん食らってたらまずいよな。ワンちゃん、りんちゃんがちょっとさ、あのゴーリッキー、あのワンリッキーがさ、あの効力上げる的なやつ。まあ、攻撃イエーイ、ゴミ嵐巻き起こせ。必殺が来た。なんて読むか分からん。双剣乱舞って読むか。これで筋肉を裂かれてしまった。絵にしたらグロいぞそれ。ヒー、その時私のピンチを察して奈々ちゃんが駆けつけた。何やってんだよ。あ、奈々ちゃん、うん、裏番とか言いながらちょっとごめんよ。裏番とか言って、君はそういう助けてくれるタイプなんだね。言い終わらないうちに奈々ちゃんは細い腕で強いパンチをかました。その姿はまるで蝶のように舞い、蜂のように刺すって感じだ。突然の襲撃に相手は驚いて逃げていく。ああ、持つべきはパートナーってやつですな、凛ちゃん。俺は奈々ちゃんとパートナーやるけど、凛ちゃんはちょっとごめんなって感じだ。ふん、言ったわね奈々ちゃん、ごめん。まったくよ、喧嘩するのは勝手だけど、まだ助けられるとは限らないから気をつけてね。はーい。俺だってやりたくて喧嘩したわけじゃないんやけど、次回から戦闘で負けると休み時間が潰れてしまいます。平和な時間、このゲームの唯一平和な時間を潰されるんか、友達によって。えげつない学校生活やな、つくづく思うよ。そう、休み時間略しーって文字。いちいち落書きせんといてほしいやけどな。これ何システムでもやってみるか。これ何って一回も出たことないけんね。こうやって、どれにしようかなって感じかな。これ誰が捨てたんだかわからないゴミ。ゴミを平気で捨てるなんて心泣きすぎる。あれ、これ何って効力下がらん、あ、なんか行動力下がらんのか。もらっとくとかでもらえる的な感じだけなんやな。ゴミもらっても何もないと思うけど、もらってみようか。仕方ないな。誰かがやらなきゃたまる一歩なのでゴミをもらった。私はどうしてこんなに優しいのだろう。私はどうしてこんなに優しいのだろうっていうやつは大体そんなに優しくないタイプなのよ。他人から見たら教室が少し平和になった。よかったよかった。ちょっと男子、そのこんなものを学校に持ち込まないでよ、変態。女の子がこんなの持っていいんだろうか。よっしゃ、じゃあセーブしとこう。ここでセーブしとかなかったらさ、次いつセーブができるか分かりませんからね。セーブに潰そう。はい、というわけで今回はこの辺で、くそ、なんでこんなやばい学校に入学したんだろう。転入続き、
転校手続きできないかなって思われます。というわけで、仕上げバイバイ。今私の願い事がフライウェイ叶えならばフライウェイまともな友達が欲しい